本日ご紹介するギターはこちら、ギブソン和吉斉藤 J45ADJ2020 エディションのご紹介です。こちらのモデル、2020年に限定200本で販売された斉藤和吉さんシグネチャーモデルになります。真っ黒のボディに白ピックガード、斉藤和吉さんの象徴ともいえるかっこいいギターですよね。ファンの方のみならずギブソン好きの方にも使っていただきたい、そんなギターです。そしてこちらのモデルは斉藤和吉さんシグネチャーモデルとして第6作目になります。1作目も J45 だったんですけども、見た目はほとんど変わりません。しかし細かな仕様が異なります。一体どんなギターなのか、これから皆さんと一緒に見ていきましょう。第1作目のレビューは他の動画でアップしてますので、そちらの方をご覧ください。そして動画の最後ではプライス発表します。こちらのギターは2020年限定200本で販売され、瞬く間に完売したかなり人気があるギターです。ですので現在ユーズド市場では弾数が少なく、プレミア価格として取引されています。プレミア価格と聞くとネガティブに感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、それだけ人気が高く価値が高いということになります。一体いくらなのか、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはこういった価値のあるギターを紹介して販売するアコースティックギター専門店です。今アコギを探しの方、アコギが青春のすべてだったという方、これからもたくさんのアコギを紹介しますので、お見逃しないようにチャンネル登録お願いします。ではこのギターのスペック、コンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュッとまとめてお送りします。このモデルは斉藤和吉さんが所有されてます1968年の J45 をベースに、ご本人監修のもとこだわりが詰まった仕様となっております。まずボディ形状です。こちらはおなじみのラウンドショルダータイプ、肩の部分が撫で型になっているのが特徴です。トップ材、サーマリンエイジド加工が施されたシトカスプルース。このサーマリンエイジド加工、簡単にお伝えしますと新しいギターなんですが、ヴィンテージのような鳴りがするような特別な技術が施されたのをサーマリンエイジド加工と言います。ヤマハでいうと ARE、 マーチンでいうと VTS と同じになります。ちなみに第1弾ではそのサーマリーエイジド加工は施されていませんでした。サイドバック、マホガニ、ネックマホガニ、シバンとブリッジはローズウッド、スケール約 628mm のミディアムスケール、ブレーシング、スキャロップデックスブレーシング、ナット幅約 43.8mm で、シェイプは薄くもない太くもないかまぼこ型になります。先ほど1968年がベースとお伝えしましたが、通常1968年はナローネックになりまして、これより細くなります。しかしこちらはですね、1960年代の前期モデルをベースに作られております。これは斉藤和吉さんご本人のこだわりの仕様になりまして、通称斉藤プロファイルとも言われています。では装飾見ていきましょう。ネック裏にはカスタムショップのスタンプ、ペグはクルーソンタイプの3連白ボタンペグ、ヘッドにはギブソンのモダンロゴ、トラストットカバーには斉藤和吉さんのサイン彫刻が入っています。ポジションマークはドット、ロゼッタは60年仕様と同じツーリング、ブリッジの形状は1968年製の J45 と同じベリーブリッジ、そしてアジャスタブルブリッジが採用されています。斉藤和吉さん初のアジャスタブルブリッジになります。シャドル材はブラックタスクです。ピックガードはアイボリーカラーの厚手のラージピックガードです。そしてこちらネジ止めされています。ただしこちらはダミーになります。実際にはトップ材には貫通していません。その理由はトップ材にクラックが入らないように考慮されているそうです。そして一番の特徴、このボディカラーです。こちらはブラックになりますが、通常の水溶き工程を減らして、よりこの黒が深くなる仕様となっています。やはりこの黒ボディに白ピックガード、かっこいいですよね。ちょっと余談なんですが、これ私の J45 のカスタムになります。実はこの斉藤和吉さんが持ってる J45 に憧れて、私もですね、この白ラージピックガードとカラーは、黒ではありませんけども、このネイビーカラーのサンバーストにしました。そしてこのギターには標準で LR バックスリリックピックアップが搭載されていますので、ライブする方、レコーディングする方にも即戦力になります。では大切なのがコンディション、まずマイナスポイントから。実はこちらのギター、当店でフルメンテナンスを施しております。ギターの要とも言われますこのナットを良質な牛骨に交換、そしてリフレットを施しております。え、新しいギターなのにもうリフレットしたの？と思う方もいらっしゃるかもしれません。このリフレットをした理由、フレットが減ったからではございません。
こちらのギターは2022年製ということでまだ新しいです。しかも外観はすごく綺麗です。この状態でフレットだけが減ってるっていうことはほとんどありえません。ではなぜか。実はこちらのギター買取させていただいた時に軽度の元置き、廃置きが見受けられました。実は新しいギターでもそういった症状が出てる場合があります。むしろ新しいギターだからこそ出てる場合があります。ですので当店では一度リフレットをしてネックの状態を正常にしました。ではなぜマイナスポイントかということなんですけども、やはりフルオリジナルがいいという方もいらっしゃいます。そういった方には不向きになるということです。しかしプレイアビリティ重視の方には何も問題はありません。しかもオリジナルよりサウンドは向上してます。サウンド重視の方にはおすすめです。外観も目立つような大きな傷、ダメージ、リペア歴はございません。ただしカラーがブラックですので、どうしても磨き傷であったりとか擦れというのは角度によって目立ちやすくなります。その点だけご了承ください。フレットは先ほどお伝えした通りリフレットされておりますので 100% 残っております。当面リフレットの必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元置きもありません。トラスロットにも余裕があります。現行は12フレット6弦側約 2.5mm、 1弦側は 1.8mm と標準の高さにセッティング済みです。アジャスタブルブリッジですのでお好みで簡単に弦高調整が可能です。以上の内容から外見のみならずプレイアビリティも大変良好な個体です。当店で販売するギターは全て厳しい基準をクリアしたものしか販売しませんので、このプレイアビリティに不安を感じる方にも安心してご購入いただけます。私が自信を持っておすすめする斉藤和義さんシグネチャーモデルです。ではサウンドレビューです。トップ材にはサーマリーエイジド加工が施され、このブリッジはアジャスタブルブリッジです。そして当店でフルチューンを施しております。一体どんなサウンドなんでしょうか。ぜひお聞きください。どうぞ。
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。いやー、このギブソンらしいサウンド、鳴ってますよね。マーチンのような、美しくてきらびやかな音色というのももちろん素晴らしいんですけども、このギブソンらしさっていうのもいいですよね。同じアコースティックギターでも、もう対極なサウンドじゃないかなと思います。本当に面白いですよね。ではですね、このギブソンらしいサウンドの解説をさせていただきたいと思います。まずこの低音から聞いてください。ドーンって鳴ってますね。いいですね。このお腹にドーンって伝わってきますね。この太さというのがですね、このギブソンならではじゃないかなと思いますね。そして中高音です。この中高音、特にですね、この J45 っていうのはサイドバックにマホガニーを使ってます。このマホガニーというのはですね、この明るく、そして軽快になってくれるというような特徴なんですよね。しかもこのギブソンらしい、このジャキジャキっとした感じっていうのも特徴でございますので、ぜひそのあたりじっくりと聞いてみてください。いいですね。このやっぱ一音一音のこの粒立ちだったりとか、あとこの短めなサスティンっていうのも、このギブソンらしさっていうのを感じます。まあそしてですね、このギターっていうのはトップにサーマリーエイジド加工が施されていますので、新しいギターなんですけども、どこかヴィンテージのような鳴りがするというですね、そんなニュアンスっていうのもしっかりと感じられます。そしてこのギターはですね、まあ、先ほどもお伝えしましたけども、当店でこのナットの交換、そしてリフレットをすることによって、よりエッジ感、シャッキリ感っていうのが出て、ジャリーンと鳴らした時の爽快感っていうのがより増してますので、サウンド重視の方にもですね、本当におすすめできる、そんなギターです。皆さんだったらこのギターを手にしたらどんな曲弾いてみたいですか？やっぱりギターって本当不思議で、そのギターの音色に合った演奏をしたくなっちゃいますよね。例えばこんな感じ、いかがでしょうか。わかる方にはわかると思います。ついでにこんな曲もいかがでしょうか。といった感じで、思わず吉田拓郎さんを弾きたくなってしまう、そんなギターでもあります。と言っても斉藤和義さんの曲弾きたくなっちゃいますよね。ということで、僕の大好きな曲でもあります。まあ、斉藤和義さんの曲ではもう本当にね、たくさんの名曲というのがありますので、ぜひですね、
このギターを手にして大好きな曲思いっきり弾いてですね、楽しいギターライフを過ごしていただければと思います。はい、あとですね、1点もしかしたら皆さん気になっているところがあるかもしれませんのでお伝えさせていただきますと、先ほど、コンディションのところで当店で元置きがあったということで、まあ、リフレットしているとお伝えさせていただきました。まあ、そこでですね、また元置きするんじゃないか、このネックは動きやすいんじゃないかというですね、思う方もいらっしゃるかもしれません。確かにそうやって思うのも無理もないと思います。新しいギターでもう元置きしちゃうってことはこの先もまたするんじゃないか、せっかく元置きを直してもまた同じ症状が出るんじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんよね。ただですね、今までこういった新しいギターで元置きしてるギターっていうのは実は少なくないんですよ。結構あります。ですが今まで販売させていただいたそのギターでまた元置きになってしまったとかネックがねじれてしまったというような症状でギターが戻ってきたことはこの10年やってて一件もありません。ですのでおそらく大丈夫だとは思うんですけども、まあ、ただですね、やっぱりこういったデリケートなものというのはまあ環境によったりとか、あとは弾き方によったりとか、あとはその個体によって、やっぱりコンディションっていうのは変わってきますので、大事なのはもしそうなってしまった場合その後どうするかっていうのが一番大切だと思うんですね。まあ、そんな時はですね、当店でご購入していただいたギターにつきましてはこのオットリーヤがある限りですね一生涯、メンテナンスはさせていただきますので、このアコースティックギターが紡いでくれたご縁っていうのは一生大事にしていきたいと思いますのでご安心していただければと思います。ではプライスの発表です。こちらギブソン和吉斉藤 J45ADJ2020 エディションプライスは66万円税込みでのご提供です。いかがでしょうか。市場にはほとんど出回らないかなりレアなシグネチャーモデルです。しかもこれだけ綺麗なコンディション、そしてこの鳴り、なかなか出てこないと思います。ぜひお探しだった方、今回の動画を見て心が震えた方、何度もお伝えしております、ギターも人と同じで一期一会、憧れのギターを手にして限られたギターライフ、今よりもより充実した時間を過ごしてみませんか。これを機会にご検討ください。ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、メール、お電話で受けたまります。在庫状況につきましては動画概要欄、コメント欄に記してありますので、そちらを確認されてからお問い合わせください。お支払い方法は現金、銀行振込、クレジットカード一括払い、アプラスショッピングローンをご利用いただけます。お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想、ご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。励みになります。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。皆さんにお知らせがあります。当店は各 SNS 配信してます。この YouTube、LINE、Facebook、Instagram、Threads、X、 ぜひご登録していただいて当店の新着情報ゲットしてください。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。当店にはまだまだ皆さんに紹介してないギターがたくさんあります。ここ以外にもまだまだあります。この中に今あなたがお探しのギター、憧れだったギター、夢だったギターがあるかもしれません。今後のオットリエチャンネルを見逃しないようにぜひ楽しみにしておいてください。次はどんなギターが飛び出すんでしょうか。楽しみですよね。ということでまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。
できるできるだからできるできるで